ではこれでこんな感じ100万人いるよで見てもらって、これも映ってますか？映せまーす。これこういう、もうアクションとかして、基本的に多分ここのエリア前撮るのって簡単じゃないですか。このイエロー裏ぐらいまで撮るのは、このカーテンがあれば。だからまあ結構きついみたいな話だった気がする。もうドローンとかリーコン回せずにスキル使っちゃって入っちゃって大丈夫です。で、バイパー結構手前とかで守ってたりとかしたシチュエーションもあったから多分。そういう時も全然目とかドローンとかダブルピークとか、あとなんかこういうダラとか練習してたけど、こういうなんかナイフピークとか使って全然勝てる。きつかったら毒入れちゃってもいいし、クロスされるとこに。B アクションし終わった時に、キルジョイが時間でここら辺まで上がれる。詰まってた後に。上がった後に、このバイパーのスモークを展開して、寄って。すげえ、これ。でこういう時試合中になんか結構きついみたいな話があったのって、あれなんできつかったんだっけ、なんか2人いるみたいな話はちょっと覚えてないけど。手前で前目で守られてるみたいな。感じだったっけ。あー、B っすか？ん？あ、そうそうそう。なんかそう、B の最初。そう、もうあの、前のイエローのよりももうオレンジ？ん？どうだっけ、この1個前の部分までもうがっつりバイパーとキルジョイで、そう、取りに来てる。グリーンか。そういう時は最初 A アクションした後に B 積み待ちさせて、積み待ちして音を聞く。絶対 A ゴリゴリにアクションされたら絶対一人になるから、せめて、最後まで次ないからっていう、このなんだろう、結構前目守ってる時は逆がアクションして、アクションしてる時にミッドもあってもいいし、なんだろう、一回の攻め方で全部いかない、最初手前のエリア前とキープさせて手前行って、ここレイナずっと待っててもいいし、これでいけそう。キルが連キル起きた場合だったら進んでレイナラークしてもいいし、B きつそうだなと思ったら結構前目取れてる場合はこっち行ってもいいし、なんだ、時間かけてゆっくりやれば結構簡単に攻めれそうではあったかな。ゆっくり早い時間、そうな、一人でこう打っちゃっちゃってとか、行くよとかで入っちゃったりとか、カーテン来たりとかして、なんだろう、結構乱戦になることが多かったから、じゃあそのエリアを取っていくのはもう必ずスキルを使っていった方がいいってこと？そうだね、最初のエリア取るのは A とかだったら、あんまオペ怖くなかったら、こういうとこスモーク耐えて手間まで上がって、でもう手間まで取れるから、で一回一人残す感じ絶対こういうところ待ってたら負けないから、オフアングルだし、ここで硬直した場合は戦況が、相手も別に詰めてこない、B も詰め待ちし、詰めてこないし、 A もずっとなんか俺らのアクション待ってる、 A の手前取るエリア取れてる、でこれ A のジェットスモークだけ取れた場合って、ここドローン回せばいいし、こっちをここでまたでじゃあもうとにかくで、あ、 B 手前前目きついわって、めっちゃ守ってるわってなったら落ち着いて固まって A プッシュでもいいし、守ってて嫌なことをする感じか俺ら、そうだね。であと、もっとミッドにアクションはしてもいいかなって思ったね。なんかミッドの例えばこのタレットを壊しに行くとか、あー中分、なんかラウンド序盤の方にミッドアクション結構すると、結構ミッドに後半スキルを抑えてくれるようになる。これメンタリズム的な話になるけど、はい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 、なんで全然もっとミッドも行ってもよかったし、開幕ここ速攻スモーク耐えてこうやって抜けたりするからね、こういうと。初日はそれやりやすかったんだけどな、なんだろう、ちょっと増やすようにするわ。まあとりあえずなんか結構雑だったかな、もうどうしたらいいか分かんなくて、とりあえず倒さなきゃっていう思いが伝わってきた動きから、2回目のリーコンでゴーしてみたいな感じだったね。確かに、そう、なんか最初の方は丁寧だったのかな、攻めが。リーコン一番最初とかもハーバーのカーテン見て、相手カーテン上がってるよって動きがあって、終わったら行くよーで綺麗に入れてた。そういう2段階攻めは良かった、すごい。でも後半はこう取られ出してからは一人で打ち合ったりとか雑になりがちだったんで。エコの時ってどういう動きがおすすめ？エコはもう勝負するから、まあ結構作戦的な感じになっちゃうけど、バイパーのスクリーンとかをからこういう風に炊けるんですけど、このキッチンも見られない、チューブ下からも見られない、こういうカーテン炊いて楽してもいいし、あとあとこのカーテンがあるだけで抜けが全部分かんなくなる、ここから切れない、こういうとこからも切れないし、
これとかも切れないんで、こういうカーテンを炊くか、まあ、ゆっくり、本当に、エコとかだったら A 勝負するより高低差がない B を勝負した方が結構取りやすいのと、こういうカーテンを炊いて、うん、まあ、ミッド2でラークして B アクションしてもらって、ふん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 、ぴったりで上がってもいいし、なんだろう、結構、まあ、丁寧に丁寧に、本当この構成は、エコも丁寧に。まあまあ丁寧にですね。あとはなんだろう、遅延セットアップみたいな感じで、無理やりカーテンを叩いて、こういうカーテン、ここからも車線切られないみたいなカーテンを叩いて、はー、設置だけ頑張ってして、遅延セットアップでもショックボルトゲロー、はい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 、ものとか。うわー、やりてえな、それ。の取り方でもまあありっすけど、まあ基本的には、まあ、動き的には丁寧に。エコの時それやっちゃダメ？全然いいよ。なんでエコで何？今日エコの時やりたいな、その。そう、でもなんか、ね、お結構なんだろう、その今はもうずっと遅延遅延みたいなメタになってるから、動きがみんな、うん、ちゃんと倒しきらないと結構きつそうな、あと感じではある。防衛のセカンドが難しい。防衛のセカンドってのは取られたね。勝った時、勝った後、勝った後めっちゃ取られるイメージある。マジむずいわ。それ多いっすよね。うん、血で多い。分かってて甘えてないのに取られるもん。防衛はエリアを取らせない方がいいんで、ここワンウェイ、逆に打ち合った方がいいのかな、費用内で。ここカーテンにして、その人数で全然打っちゃっちゃってもいいと思う。でもこれで前目とかまで行ってバンダルとか落としちゃうのはまあ、そうなんや、それが怖くて、こういうもうなんかバックサイトとかで守って、うんうん、B は手前側で守ってもらって、距離使って、なんだろう、基本的には距離を取って本当に打ち合うことが大事かな、うんうんうん、ロングレンジで、なんか CR でちょっと戦車した時もめっちゃセカンド落としてもうネスがぶち切れたことあったんですけど、もうその時からそう、その時からもうあのなもうチームでなんだろう、そのコンセプトロングレンジロングレンジってめっちゃこう声かけするぐらい結構、うん、プロでも落とすことがある。詰め過ぎ10位じゃなくてロングレンジってコールね。そう、ロングで打ち合えばあんま死なないから、死んで最悪、武器は大丈夫、まあ、武器がね、死んでも、うん、死んでも大役なのがいいの。打ち合うこと自体は別に悪じゃないの、打ち合ってもいいと思うよ。うん、攻めはちょっと雑感があったのと感じだな。 A の守り方みたいなのはそんなにあれな感じ、いろんなパターンあって、こういうカーテンをもともと炊いて、ここにスモークを炊いて、あ、違う、なんかその A の配置的な、あ、もともとディフェンスの守り方ですか。そう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 、なんかそういうのって別に割と何でもいい感じなのか、こういうの強いみたいなのがあったりするんだったら、そういうのってなんかあんま、なんか KO とかだったらいろいろタクがあるんですけど、デッドレイナとかだとスキルが打ち合うしかないから、まあポジション的に強いのはこういう上で、この左のラインだけを切れるみたいな、ジャスがやってた打ち方とかは全然強いし、タイミングで顔出すとかは本当だけど、味方にスキルをもらうことがやっぱ重要かな。どこ見てるどこ見てるっていうコミュニケーションで、うん、かな。B のチューブ下抜けるのは、B のチューブ下抜けるっていうのは、B のセットアップ、そう、俺らがじゃあ逆に、うん、あのエコの時にあのミッドカーテンしてきた時、うんうんうん、された時はどう動いた方がいい。ミッドに最初ドローン回して潰しいっていいと思う。なるほど。うん。で、はい、ミッドカーテン来た時？ミッドカーテン、ミッドカーテンって本当に稀に来ることしかない。あんまデフォで出てくるチームないから、うんうん、これやってくる時は何かやってくるからドローンとかで潰すもん。もうスキル使いまくるってことか。どうに入れて、うん、いたら目でピークしてもいいし、カーテン抜けて、そこまで、そうそう、ドローン一回ドローン先にファーストね、うんうんうん、いなかったら別にエリア取れるし、いたらピークしてもいいと、ドローンだったら、まあなんだろう、その情報に応じてカーテン来たってコールでドローン回してほしいとかのコールが必要かも。むずい、コールな、むずい、そのな、どこのエリアを取られたら、その
ドローン欲しい、うん、その要求する時のそのタイミングというかがちょっと難しい。エリアが硬直しちゃってる、なんかなんだろう、相手から多分じゃあ、うん、基本的にエリアってまあここまでは基本的なディフェンスのエリアみたいな感じじゃん、ここか、うんうん、このラインが全部相手に取られちゃった場合に要求する、そういう要求した、はい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 、で取り行く、あ、分かりやすいかもそれ。例えば A の前目まで取られました、ミッドスモークたかれます、 B ドローンで取られましたって時にはどっかのエリア取り行った方がいい。この構成の場合ね、 KO とかだったらまた別なんだけど、詰めるのはアセントはさ、あの B 詰めるのは強くて A 詰めるのは弱いって言われたんだけどさ、アイスボックスはどっち詰めるのが、 A 詰めた方が強い、硬直した時は A は詰めるのは弱い、 B の方がいいかな。B の基本的に A って熱いから、うんうん、B は詰め待ちはもう A ってなんか詰め待ちのラインが多すぎる、ここにいる場合もあるし、この上から見てる場合もあるし、なんだろ、その詰めに対して強いポジションが多いから、で守りであんまなんかそのこうファーストで詰めてワンピック取るっていう動きはいいけど、後半でエリア取られてるときはで2とかで行った方がいい、リーコンもらうとか何かしら情報を取るようなスキルをもらって詰める。うん、例えばじゃあダルここラフターずっと見といてとかで、こう手前狙ってもいいし、一回ピークしてここら辺のエリアまで、ここら辺のエリアのこっちの上側のエリアまで行きたい場合はコールか声かけが必要だね。でも A のやつはなんとなくさ、そのリコンちょうだいとかで、うんうん、そのエリア取ってる、うまくいってるなってイメージはあるんだけど、うん、A 以外の時が、A 以外の時がむずい。むずい。詰め返しがむずいってこと？あ、もともと最初に詰めるってこと？いや、詰め返し。相手の、相手にエリアが取られた時に詰め返す時ってこと？そう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 。A はリーコンもらって後で詰め返しやすいけど、B もらって、ミッドもドローンもらうだけだよ。ミッドじゃ、あー、なるほどね。だし B はなんかもう遅延できるから、あんまなんだろう、ファーストでこうやって守ってる状況で詰めるのはありだけど、うん、なんだろう、後半は詰めない方がいいな。後半っていうのはラウンドの、ラウンドの後半、うん、最初ファーストこうやって守ってるジェット上乗ってますレーンの手前を回すとか、うん、こういう守り方の時にいないわっていうので詰めるのはありだけど、逆だと思ってた。最初こそなんか詰め待ち多いから行かない方が定石なんかと思ってた。いや、もうこの構成でもうこういう状況で引き出もうせばあんまなんかあれだから、ほんと戦うしかないから、で最悪もう詰め返しもきついってなっちゃって、自分から何もタック浮かばなかったら別にサイトで戦っちゃっても最悪別に俺勝てると思うから、だから無理になんだその俺が言った詰め返しとかこうマップコントロールを意識しすぎるのもあんま良くないかも、これ日本人あるある。はい、日本人あるある。それがまあなんかあれ あれでしょ、あの片側が固く守って人数かけてもう片方遅延して夜時間作るってことだよね。あ、そう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 、うん、全部エリア取られちゃっても最悪ドローンとかないリーコンとかないってなったら体で詰めるかやめるか解説サイトで守るかかな。あと守りの時もできてたラウンドとできないラウンド、まあ、ハーバーのカーテンがあったっていうちょっと分かんなかったラウンドもあったと思うんですけど、基本的に中で戦うのか外で戦うのかっていう話し合いを絶対することと、うん、あとなんだろう、これ結構守りの位置で積んじゃってることが多かったかな、守ってて、うん、どうやって守ったらいいんだろうみたいな、映画を中で守るときにってなってることが結構多かったかも。絵撮った後とか撮った後とか、うん、あ、分かる。こういうキング上とかこういう上に乗ってくのめっちゃ強い。はいはいはい、レイナとかは手前側にいてもワンピック狙ってもいいし、レイナとかは前目にいても逃げれる位置で張り付いてもいいし、手前って言っても、うんうん、あの中で守るって言ってもこういう中で守り方は基本的に弱いから、中で守るって言ってもこう完全に引くか中で守るかっていうのはまあこういうことだね。
配置的には。キルジョイ、これジョイがあの恨みのタレット的に距離とかであんま中まで行けなくて、そのジョイは多分ここにタレット置いたら中まで行けるから。あそう、ま、真ん中ぐらいまでかな。そこだったらここら辺まで行け、うん。で、あとなんだろう、入るときにスキルを使ってない、スキル確認とかするのはちょっともう本当プロレベルの話ですけど、一回落ちたときにスキルショックある、ゲロある、グレダンコあるっていうことを、味方のスキル管理ができれば、中で守るか外で守るかっていうのは結構簡単なんですけど、ただモモロ2個ある、ゲロ2個ある、ショック2個あるだったら全然下がっちゃっていいし、ショック使ってる、ゲロ使ってる、で、なんかその、基本的にモロ、ショック、グレを全部使っちゃった場合って、モロ、ショック、グレ使っちゃった場合は、中で守っても戦うことしか、中で守るしかない。遅延ができないから。敵見て判断するのは難しいからさ、うん、あの、もう完全にその、俺たちのアビリティだけで判断するのはどう、今回の。いや、全然いいと思う、いいと思う。敵、何々やるから中で守ろうじゃなくて、こっちの何があるかで、間違っててもいいから、その徹底するようにする。そうね、うん、そうだ。うん、そのアビリティがあったら遅延でちょっと下がり目で、うんうん、ないんだったら、全員ないんだったらもうどんな相手のスキルがあろうが中で守るようにする。うんうん、あり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 、全然いいと思う。ネスト上とかこういうなんだろう、パイプ上はめっちゃ強いから使った方がいい。中で守る、カバーしやすい、すごい。さっきさ、あの中で守るって言ってた時さ、レイナの位置、うん、そのあそこの真ん中だったじゃん、うん、どこでもいいよ、好きなところでいいよ、自分がキル取りやすいところでいい。あのカバーして出るっていう意識はしなくていい。レイナはカバー最初に打っちゃうべきだね。ああ、そう、最初なんだ、タレットって言ってたもんな。で下がってカバーしてもらう、かあんとキルできたら引けるし、うんうんうん、キルできなくてもカバーできるみたいな感じがいいかな。レイナがカバーだと。オッケー。じゃあ、エントリーの時はレイナがカバーでいい？あ、いいよいいよ、全然いいよ。うん、オッケーオッケー。エントリーの時はレイナ先ファースト打っちゃっちゃうのダメで、後々カバーしちゃう。サイトで守ってる時はキルしやすいから。うん。オッケーオッケー。受けか攻めだ、ね。受けの時はファースト。俺はリーコン壊すとか意識しないで壊してもらう方がいいのか。そうだね、もう見なくていいと思う。敵集中でいい。オッケー。でも多分今回グダってたのは結構攻めで、なんだろう、雑に動いちゃってたからラウンド取られちゃってたみたいなとかあって、うん、なんか結構片方きつい時は片方のエリアを取ることを意識することで、なんだろうな、そのオペとかきついんだったらナッツ使ってもいいし、まあそんな今回そんなきつくなかった。で B が手前守られてるんだったら B 当たるか A からアクションするか詰まするか、なんだろう、基本的に引かせたい方向の逆側を攻める、うん、ことを意識。 B 側前目だったら A 側から詰めてみて、手前取れたら詰め待ちして B アクションするとか、うん、難しいっすか。いや大丈夫、とにかくゆっくり、うん、大丈夫、うん、イージー、 OK。 あとは、うん、あと守りってきつかったっていうか、どう、なんか、なんだこれってなったのが、あの、うん、雪だるままで取られた時が難しかった、対応。敵がここまで取られた時。そうそう、もう遅延できなくて、もう雪だるままで取られちゃいました。もう全部雪だるまラインまで取られて、設置位置も分かりませんってのが。そしたら雪だるまから殺していきましょう。雪だるま、OK。もう面取りだ。完全にそれ。追い込みましょう。うん、キッチンとかも分かんなくても、いや一人だけキッチンとかにいていいよ、全然こういうところに一人いて、うん、見て雪だるま優先で取って、雪だるま取るのってそんな別にめちゃくちゃ難しいことじゃない。バラバラになるのが悪い。 B 設置マジきついよな、目玉のカーテンが、ちマジでしんどいんだよな。政治いないからね。B は遅延セットがきつかったら、B さっききついってなった場合は、もう最初にカーテンを引いてもらって、このカーテンで駆け引きをするぞ。敵のカーテンが勝ったらこっちのカーテンあげる。
なるほど。A にカーテンを使わない。A のカーテンもここ。その判断は、どっちがやった方がいい？釈迦さんなのか、俺らが要求した方がいいのか。基本的にはでもなんか、デュエリストが上げれたらベストかな。でも釈迦さんが全然 B リテイクミするわっていうのも全然あり。うん、B 守ってきそうだったら、B の状況は B の人が分かると思うから。そう、敵の来る感じに合わせて。B どうやっても止まんねえってなったら、リテイクのカーテン置いて、木を A に置いてもらう。間に合うかな。とっさに。ここまで基本的に最初から高なくていいの、このカーテンは。カーテン残してて大丈夫です。で、敵カーテン引かれて、ドローン引かれたら、ドローン引かれたりしたらカーテン焚いていいし。もう完全に A だったら A のカーテン焚き直して。リテイクで。焚いていい。あとなんか攻めきついのあったっけ？なんかどうしたいんだろうみたいな。キルジョイバイパー。でもなんかラウンド取られすぎて、なんか結構全体的に攻めエコが多かった。なんかもうバイエコバイエコみたいな感じになってたから、まんまなんかそのラウンド数的にきつかったのはもうしゃあない。雑になって取られちゃって、エコで負けて。噛み合った場合もあるし。そう、実質6本取れば12本になるからな。バロランとバイオ。A 設置あるじゃないですか、はいはい、自分たちが A 設置、うん、で1回目フェイクするじゃないですか、はいはいはい、ここで、ね、大体ラフターと打ち合っていいんですか、これフェイクした時、フェイクした時ラフターに打ち合うって、ラフターのどの辺の敵と打ち合う感じですか、ここら辺どこ、基本的には打ち合っても、まあ打ち合ってもいいかな、この構成だとさ、1回みんなでその2人なりで打ち合ってクリアしないと設置できなくない、設置ができなくて、うん、もう、アタフタしちゃう状況が多分昨日2、3回あって、そこで。ナッツがない場合は、打ち合っていいです。ジャストが昨日打ち合ってて、結構ここのなんか、オペとか一瞬で抜いてた感じあったんだけど。設置フェイクのタイミングでボンって飛び出したりはしてた。飛び出さずに昨日はもう追い込まれて追い込まれて、設置してすぐ死ぬみたいなの、昨日って。その時なんか誰かに声かけて一緒にピークするみたいなのあってもいいかも。いいと思う、いいと思う。一回二人でクリアして、で、クリアした片方がロックするか、まあ、かまあ、カバーの形ちょっとその間に設置していいじゃないかな。B の、あ、B、B、はい、B。B のプラントは、B のプラントもきつい。逆に俺ら、もう雪だるま取り行く、バチバチ打ち合う。カーテン。じゃダメ。うん、雪だるまで打ち合ってもいいよ、全然。オペ出てるときは雪だるまカーテン危ないか。オペ出てるときは危ない。まあ、基本的には多分こういうカーテンになると思うんだけど。まあ、それじゃあプラントが一番最初プラントをするのは相手バイパー構成でなんだろう、この。こういうとこにワンウェイがなくて、ここら辺なんかあった場合って絶対設置フェイク必要で、まあなんだそのバレてても、このカーテンとの駆け引きでここら辺まで取れてれば詰め返してこないですよ。まずなんでこういう状況、こういう状態になるのを意識して、カーテンたまんのまた相手つきで使わせて、ぜひカーテンたく設置とかの方がいいかも。設置さ、そのカーテン、あの B って書いてある左下のあのここ そこそこそこ、うん、そこを固定にするのって何が弱い、何が弱い、カーテンが切れた時にカバーされず、あの車線が通っちゃうのが弱い。ああ、あと抜き合いやすいか。やっぱこのゲロとナノスワームが右側のプラント難しいんだよな。逆に自分たちが守ってて、なんだろう、ここに設置された時で遅延遅延で止めてる止めてるってなるじゃないですか、うんうん、でも止めてる止めてるだけの情報で味方がこんな結構寄ってる状態で下がってるかもか来るかもって分かんない状態結構続くことありません、硬直状態が、うん、それでよくて、逆にそれで人数寄らせちゃって、あれ来ないかもってなって、こっちに4いる状況で守れて超不安じゃないですか。じゃ自分たちが守ってて逆パターンだったね、逆パターンでこうキルジョイとかなって、ジェットここにいる、レイナこれまで寄ってるで、相手からカーテン来てて設置フェイクとかされて、いや切るか分かんねえよみたいな、下がってるのワンチャンあるわみたいな状態って、あい、なんだろう、こっちからしたらすごい
嫌じゃないですか、この状況が。うん、1人戻ったり、 A もあるかもとかさ、うん、2になったりするよね。でスキル使わしちゃっててスキルもないですってなったら全部これでいいんですよ。で行ってもう1回 B 行くのでもいいのか、もう1回 B 行くのでもいい、全然、うんうんうん、で全然タレットとかこの辺に置いててタレットが破壊されちゃった場合は全然後ろクリアしていってもいいし、みんなで、うん、なんだ本当にアイスボックスは丁寧にもうゆっくりなんですよ。もちろん遅延していくのは当たり前だし遅延されていいんですよね。スキル使わしちゃっていい、うん、最初の設置するのはもう基本的に無理なんで。でカーテン切れて相手がスキルなくなったってなったらドライも勝負できるしラークも刺されやすい、その方が時間かけた方が、うん、OK。ちょっと形違うから難しいかもしれないけど、ジョスさん普通にアセントの攻めとかと考え方的には一緒だよ。それであの A のさ、あの階段のところ、A の階段のところとかに例えばジョイでとかで一人で見てくれてたら、この今の形の後に A シフトもできるけど、A が0人だったら、まあちょっとシフトきついねみたいになるじゃん、その、アセントも攻めて。A 面側に俺がいなかったら多分そのまま B 行くしかないみたいな。わかる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 。なんならファーストで、なんだ基本的に2段階攻めがやっぱ強いのは。A だったらカーテン落とす。A だったら相手のカーテンを使わせることを意識、モロとか使わせることを意識、壁とかを意識する。B だったら逆にこっちのモロとかを使わせるのを意識。って感じ。A だと2段階攻め、このカーテンとか壁とかが終わったら攻めやすいじゃん。B もこのモロとかがなくなったら攻めやすいから。考え方的には A も B も一緒。遅延してっていう的には、こっちも時間かけて。で、もともとラウンドやってることに B は遅延セットアップだって分かってくるじゃないですか。うん。だったら全然あえて B スキル使わせてっていうのもいいし。一回つまり手前で待つのが。そうっす。一回、ね、あの設置フェイクとかしてスキル使わせて待つのが大事。全然硬直していいか。待つのもね、揺さぶりになるからね、相手からしたら。A 面に誰か置いて、もう一回 B 面に取り返し行って。ちょっと行ったりとかればカーテン引いて、チャカさんとかずっとここら辺いてもいいしね。うん。揺さぶってる時、うん。3-1-1でもいいってこと。いい、いい、全然いい。4-1でもいい。タレットから反応するから。タレットのね距離が本当に絶妙に動きづらい。ここら辺だね。うん、限界がその位置。でもこれがあるだけで助かるから。うん。発散方がいいな、あんまり。他に行かせた方がいいね。そのタレットの位置切れるギリギリのラインまでカバーする。さっきあのリオン君がやってた A のなんかここだったら届くって言ってたラインはいはいはいがどこだっけ、そこだったらラフターとラフター下のカバーはできるから、なんか行かなきゃって気になっちゃうんですよね、やっぱり。まあ味方がマジで一人死んだりしてからじゃないかな、行く行かないの判断なんだか。メインにアクションした時じゃない、メインっていうか B サイトに設置フェイクとか、あとはもう最初に多分ジャスとかが抜かれても、まあ取ってるラウンドもあったっすけど全然取りやすいんで、アイスボックスは全然ビビらないこと。とりあえずもう丁寧にっすね、丁寧、せっかくね、その遅延も俺らめっちゃあるから腐らないね。まあ考え方的にはね。でなんだろう、その昨日のまあ攻めは7本取れてる、めっちゃアセントいい感じで。あ、攻めアセント何度だっけ、守りだっけ、ダメだった。攻め7本取って居酒屋予約したっすけどキャンセルしましたね。そうだそうだそうだそうね、そうだそうだそうなんですけど、10対10でキャンセルしたいとか。そうそうそう、でそういう時でなんで取られちゃったっていうと、まあなんだろう、片方が絶対抜かれちゃうことがあって、アマニーが抜かれちゃった時もあれば、うん、A 側、いやもう A 来てるわみたいな感じで誰さん抜かれちゃってる時もあれば、そのもったいないランドがここあって、基本的にはじゃあ、何だろう。
これかな強いのは。こういう守り方はめちゃなんか守り方のタクとして、うんうんうん、なんかすごい基本的デフォルト配置でワンウェイで守ったりとかするのは全然いいんですけど、うん、守り方のタクとして、いい相場だとして、でまあランボ、うんうん、まあなんだろうな、基本的に全部のエリアが取られちゃってましたって時にはこうどっかアクションして取り返さないといけない。フェイドか。と、こういう時に、まずアマニーは、まあ、昨日結構 DM 送ったっすけど、うん。アマニーは、まずスキルを要求すること。基本的に多分、うん、全部多分自分のスキルだけで守ろうとしちゃう。ロートしちゃう、すごい、うん。これが終わったらもう、木もらわないと結構やばい。釈迦さんとかは結構気遣ってこう木卓よとか。うんうんうん。アマニーがこれはコールをするべき。言いますこれは。名目頂戴か対目頂戴かの二択っすね。うん、と敵が止まりそうだ。敵が来そうな時にこのグレを爆発した時ってジェットしか入れなくて。うんうん、うん。その時は名目速攻もらえる範囲だったらもらう。うん、で敵がもう流れ込んでくる感じだったら対目をもらう。最中にね。キルの要求をしないと。うん、勝てないで、あと B メインがずっと怖い状況だったらプラライクもらっていいとか、はい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 、はい、自分なんか自分のスキルだと思ってその結構守らないと結構 B はきつい、なんで結構なんだろう、要求スキルの要求をするのはすごい大事かな。これ言います、めっちゃ思ったんで、上級レベル、うん、スキルの要求は。でもキルジョイは本当もう B だけを守ることを考える。OK。B を俺が止める。スキルももらっても止めるっていう意識で守っていくかな。うんうんうん、で、あと基本的に昨日はミッド取りからのスタートが多かったので、はい、なんか敵のエリア取りの仕方とか癖を掴んで自分たちが詰める、こう決めよう。で、相手がミラー構成の時とか、基本的になんだろうな。守ってでもサイトにこの入るスキルだったらサイトに入ってくるスキルが弱いじゃないですか。この5人だと、うん、ライトに入ってくるスキルが弱い。ラッシュでもパラノイアと目ぐらいしか来ない。はい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 。パラノイア目ホーンと、ね、からだったら全然そのメインをずっと維持する必要はなくて、こういうミラー構成の場合だったらサイトで守るのも全然あり。なんで配置的にはこうやってシャカさんがここで全部リーコンとか壊してダルマがここで無双するみたいな。うんうんうん。張り付きとかめっちゃ強いから、そこ耐え目を耐えたりとか。うん、耐えながらサイトで守る。構成によって、相手の構成によって変えるのか。そうで、相手の構成が例えばジェット込み、基本ジェット込みだと思うんですけど、ジェット込みの場合はサイトで守る意識、対目で守る意識で、ジェットなしだった場合はメインで守る意識、エントリーができないんで、ジェットレイズとかサイトに入ってくるような構成の場合はサイトで守ること意識のと、例えばじゃあレイナー入りのジェットなしの構成もやってくる場合だと、エントリー場合からメインで守るとかパラのやつ、うんうんうん、っていうのは頭にいいかも、うんうんうん、なんで相手がさっき昨日みたいなミラー構成の場合は全然そのエリアを無理に取る必要はなくて、うんうん、全然サイトで戦って、相手が木落ちてる場合は、木落ちてる場合はっていうのは5対4とかと、そう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 。合体用の時も全然あんま変わんないんじゃない？うん、変わんないかな。あんま変わんないっけ。で自分たちがその敵が来る方に多い場合は逆襲のコールを誰かがします。昨日確か釈迦さんとダルさんとかが、釈迦さんとジャスかな。いやキルジョイレイナやね。キルジョイレイナ、うん、とかがサイトで守ってて。結構味方も結構近い状態だったのかな、うん、その時に入ったね。その時はもう敵がなんかそのフェイクかどうか分かんないって話は多分してたと思うんですけど、うん、フェイクかどうか分かんないんだったらもうなおさらクリアした方がいい、入ってなおさらサイトを取りに行った方がいい、来るかどうか分かんないっていうよりは味方が結構寄ってる場合だと早めにサイトをクリアする意識、逆襲を意識しましょう。シャーペンか、シャーペン。シャーペン。
なんで逆に B はずっとキルジョイ守れてる場合とか、ずっとサイトで耐えてる場合、バックサイトとかで、うん、場合はもうここに目的いて、どんどん中に入るとか。で、一人ここで見る、抜けよう。はありで、うんうんうん、ちょっとこれ難しいか。難しいかもしれないけど、まあ、頭に入れとくだけで、シャーペンしよう、シャーペンしようって言うだけで、ここも下す、中入ると。シャーペン、シャーペン、シャーペンってコールがあるだけで、どんどん中に入っていけるから、ちょパッション必要っす。OK、うん、入るわみたいな。誰でもいいんすか？デュエリストが言った方がいいとか。いや、誰でもいいと思う。もう誰でもいいっす、ね、もうこれは思いついた人とか。うん、なんか確かにそれ、ヘブンの向かない時。ヘブンのヘブンのなんか、シャーペンしようみたいなコール入った時さ、俺、オペも、確かオペ持ってた気がするんやけど、その場合、オペはもうじゃヘブンで抑えていいね。もう。そうだね。うん。入らなくていい。無理に。一応ショーティー持ってた。ショーティー持ってても入んなくていいから。からそれはなんかそのコールの圧に押されてゴーしそうになったけど。もう俺ショーティーだけはちゃんと例外よ、ね、思ってたけど、うん。別に大丈夫よね。オペの場合は。うん、それは大丈夫大丈夫。そのショーティーでなんかいけそうなシチュエーションじゃない限りはシャーペンしなくてもいい。そうだね。うん、で、そう基本昨日は相手はずっとこの多分この配置が多かったかな。キルジョイ、タレ、キルジョイ、タレと、うんうん、基本 B 側スタートが多くミラー構成だったな。で、オーメンだけずっとここにいるみたいな感じのラウンドが多分5ラウンドぐらい、俺が。で、ここで目出してきて、ショートスモーク来て、ミッドを速攻取られちゃうみたいなことがあったときに、ラウンドの後半やったんですけど、このオーメンを狙いに行くっていうのは全然あり。ここの場合の A プッシュはいいんだ。で、オーメン狙いに行くって決めたときは、アマニー下がってってゴールしよう。うん。サイトに入れるか、サイトで守るか、アマニーはそれを自分で判断するべき。ああ、オッケーオッケーオッケー。これはもう、自分が、うん、なんだろうな、グレネードとかで遅延とか、結構中で守れそうなこういうセットとかしてるときは、うん、中で守りやすいんで、中で守ってもいいし、ここは自分の判断で。オッケー。大丈夫。でも A プッシュするときって片方ガチでガチで守ってると、これが死んだら速攻変えられちゃう。昨日これがあったから、うん、オーディンでリロードのタイミングで突っ込んできたわ。そうね、あれやばかった。突っ込んできた。こういうことがあるんで、手前にいると、うん、片方プッシュエリア広げるって時は片方は下がるが、うん、気をつけないといけないね。確かに。その構成はじゃあシーソーってこと？その片方が上がってる時は片方は下がる。うん、そうそうだ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 。あ、なる。あのなんだっけ、俺らがさあのタイプロの構成でやってる時はさ。どっちもメインを簡単に渡さないっていうのを意識してやってたんだけど、それ KO ボルトある時じゃない KO いやプレ簡単に取れちゃうのが弱いから B メインもタレット前目に置いて、あのなんだっけナノスワームも入り口にバーンって置いてちゃんと敵にスキルをメインに使わせないとサイトに入ってくる時にっていう話だったんだけど、この構成だったらシーソーでいい、うん、この構成だったらシーソーでいい、敵がサイトに入ってくるの弱いから、うん、KO とかだとまた別なのに KO たぶん Q3 がやってたかな、わかんないけど、これどこに最初開幕フィードバックでもらったやつかな、開幕このなんかよくあるんだけどプロでもここにナノスワーム入れるとか、うん、押した方がいいのは B メインを取ってますよってアクションでここに多分ドローンとか使わなきゃいけなくなる、ナノスワーム1個で、うん、っていうのでそういうことやった方がいいけど、この構成だったら全然シーソーで敵のエリア取りに対して、自分たちが動き決める。これ、オーメン一人で分かって、全然狙っていいし。釈迦さんもここでパラノイア構えてくれたし。あれかもね、メインを簡単に取らせないのと、メインに顔出せる位置にいるのは、イコールじゃないかも。それこそその最初から上がっとくってことか、うん、A とかそれこそただワンウェイ耐えてるだけで敵がフラッシュしとかなんかスキル使ってくれること全然あるから、うん、そういう意味でなんかその何もなしでフリーで取らせないって意味じゃないかな、うん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 、でまあデフォルト守りは基本的な配置、まあ、昨日やってたような配置全然大丈夫かな、こういう配置まずレイナとかジェット好きに動いてたけどこれでいいと
ただなんだろう、昨日はもうエリア取りの仕方が相手がもう明らかに固定されて簡単にミッド取れるわって相手の頭になってなっちゃって同じことばっかされてた。今日も課題から別の方で課題やったよね、ミッド。うん、そっちの課題があったっすか。そうそうそう、ミッドアクションしてるときどうしようみたいな。あ、そうそう、そういうときはもう明らかに人数が多いって分かってる状態は片方詰めるか片方のエリアをしとく。ね、これごめん、ちょっと時間ないから言っちゃうんだけど、これ他のマップってどうする？